できた。美味しそう。先週の話です。ねえ、赤と白どっちにする？え、ワイン？ビールないの？クラフトビールです。スプリングバレー？ほら色から違う。ビールの色って気にしたことあります？肉には赤、魚には白です。いつものビールでいいじゃんって思ったんですけど、これが合うんですよ。いつもと違うってワクワクします。クラフトビール、スプリングバレー。新 CM をご覧の皆さん、こんにちは、大森直です。今回僕自身もクラフトビールってこんなに楽しいビールなんだと驚きながら撮影しておりました。多くの方にこの魅力が伝わればいいなと思っております。ぜひとも皆さんも一度お試しください。よろしくお願いします。新 CM をご覧の皆さん、こんにちは、広瀬アリスです。今回スプリングバレーの新しい CM に出演させていただき、クラフトビールの色とか味とか食べ合わせとかたくさんの魅力を夫の大森さんと一緒に伝えています。ぜひ皆さんも一度体験してみてください。よろしくお願いします。あ、私からいや、なんでしょうね、まあ、今ちょっと別のドラマでも一緒に共演させていただいてるとこもあって、はい、ね、そういう流れもあったんで割とこう安心して現場にはそうです、ね、来させていただきまして、いかがでしょうか？いや、すごく安心できるんですけど、ちょっとこう現代の格好してるのが恥ずかしい。確かにそうです、ね、ちょっと気恥ずかしいというか、随分ね、古い時代のね、そうですね、衣装でしか会ってないですからね。はい、うん、ちょっと照れましたね、最初は。はい、わかりますか？なんかずっと楽しいですよね。そうですね、なんかでもやっぱりこう目が合って笑顔でみたいな、さすがにちょっと照れくさい。まだなんでしょうね、シーズン4ぐらいじゃないと馴染んでこないっていうか続けるつもりですからね。ちょっと恥ずかしいから、いつもポイントの時だけパッて見合わせてすぐそらしちゃう。ちょっとこうやってそらすって、お互いちょっとそういうところがやっぱありますね。まだまだ全然印象違いますもんね、うん、2つとも飲み分けれるっていうのがいいですね。そうですね、やっぱコクがあるのとすっきりしてるのと、うん、これをこれからの季節にぴったりじゃないですか、夏でも。そうですね、うん、日常でなんかちょっとした贅沢みたいな感じで飲んでいただきたいなって、うん、本当に普通にね飲んでたんですよね、僕らは。はい、普通に飲んでたので、買って飲んでたので、まさかこうやって CM をやらせていただける飲んでたグループとしては、はい、ありがたい、最高、ありがたき幸せです。ありがとうございます。なんかこう料理される方とかはすごくなんかいいんじゃないのかなというふうには思いますけど。いや、どうでしょう、仕事後の一杯、もう本当に二杯でも一番いいんじゃないですか。どっち、今日はどっちにしよう、赤にするか白にするかっていう楽しみを持ちながら。うん、選ぶのも楽しい、うん、あります？何か先ほど私大森さんとお話ししてて、うん、プライベートで海外に行ったことがないんですよね。やっぱこう今少しずつ海外も行けるようになって、なんかプライベートで行ってみたいなと思いました。いいですね、はい、プライベートで行ったことないんですね。ないです、全部仕事で、はい、行ってますね。じゃあぜひ、はい、なんかおすすめとかありますか？まあさっきもちょっと話したんですけど、はい、もう一回ハワイ行った方がいいんじゃないですか？行ったことないんです、ハワイ。そうでしょう、はい、やっぱハワイ楽しいと思いますよ。そうですよね、うん、いつか、いつかじゃない、いや、いつかじゃ、もうすぐ行ってください、すぐ行ってください、すぐ行ってください、いつかってちょっと早く行ってみたいです。一人ハワイ。一人ハワイ。はい。一人ハワイ。ああ。親と。そうですね、これね。あんまり、そうですね、友達が少なくて。うん、基本一人行動だと思って。あ、そうですか。じゃあね、ご兄弟とかお母さんとかね。そうですね、家族と行って。あ
ありますか？まあ、挑戦したいこと、そうですね、何があるかな。まあ、僕あんまり料理を作って、まあ、役ではねそういう作る上手な役をやったことあるんですけど、実際やっぱ今子供もちっちゃくて、そろそろ少しずつ料理、まあ、少しはやるんですけど、もうちょっとがっつり取り掛かってみようかなという、もちろんスプリングバレーを飲みながら。いいですね。どうでしょう。そうですね、やっぱり赤にはお肉系がね、そうですね、合いますね、合うと思いますね、はい、僕は割と、まあ、今日この CM の撮影でもスペアリブを食べさせていただいたんですけど、赤身系のお肉とか、まあ、そっちにも合うんじゃないかな。あ、いいですね。まあ、焼肉とかにも、ステーキとかにも、そっち系で赤を飲んでいきたいですね。私は CM の中ではアクアパッツァに、まあ、白をいただいたんですが、確かにすっきりとしてるので、まあ、これから夏とか例えばそうめんとかにも意外と合うのかもって思ったり、なんかすごい口の中がもうすっきりさっぱりってなりそうなので、お刺身とかもいいですね。あ、いいですね。広瀬アリスさん入られます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。大森さん入られます。お願いします。お願いします。映像でちょっとご説明します。いつもと違ってワクワクします。クラフトビールスプリングバレーというような流れ。はい、はい、これ以上できるかわかんないですけど。いやいやいや、やってください。よろしくお願いします。いただきましたよ。美味しかった。美味しいです。もともと赤い方が、できた。上手。ね、赤と白どっちにする？ビール？ワインないの？じゃあ間違いじゃない。ありがとう。スタート。クラフトビールです。最初確認します。はい、オッケー。ありがとうございます。ほら、色から違う。じゃあ一度持った体勢を確認してください。最後ロゴの向きだけ確認します。じゃあ、あーって言って最後アリスさん見てもいいですか？はい、はい、すいません。ごめんなさい。スタート。はい、カット。カット。やだ、ちょうだい。ちょっと、おいしい。ダメー、ダメー。じゃあもう食べさせないわ。ありがとう。